Hi, everyone. This is Toki. 今回はアメリカ・ルイジアナ州で起きた奇妙なお話です。ダンバーファミリーという一家がいました。ダンバー一家はこの日、釣りに出かけました。1912年8月23日です。お父さんはパーシー・ダンバー。お母さんはレシー・ダンバーです。お兄ちゃんのボービー、それから弟アロンゾでした。お昼の準備のため、お母さんは魚をフライにしていました。 魚をあげていたんですね。その時お父さんは急に仕事が入って、その一家を離れなければいけませんでした。一家の友人にポールという人物がいて、一緒に釣りに来ていたので、ポールが男の子たちを連れて、すぐ近くで釣りに行ってきてもいいかと聞いてきたんです。お母さんはそれを許可しました。やがてみんなの昼食となる、まあ、ランチですね。魚があがったので、お母さんがみんなを呼び戻したんです。ご飯よ。ご飯できたわよ。 まあみんなお腹ペコペコですから、ポールも男の子たちも急いで、もうお母さんの元に戻ってきました。ところが、ボビーがいないんです。どこを探してもいません。実はこの釣りには、お父さんパーシーの友人の子供たちもいました。ですから、ポール一人で男の子たち何名かを見ていたんです。そのうちの一人、ボビーが消えてしまいました。 ちょうどお父さんも帰ってきたので、みんなで手分けしてボビーを探しました。ボビーはまだ4歳だったのです。警察にも通報しました。500名ほどの人が一気に集まって、様々な方向で探したんですが、全く見つかりません。その川にはワニもたくさんいたそうです。ワニに食べられたんじゃないか、あるいは他の動物に食べられてしまったのではないか、そういった噂も駆け巡りました。すると、小さな 裸足の足跡が見つかったんです。しかしそれは途中で途切れていました。それで今度は誘拐事件ではないかということで、誘拐の面からも捜査が始まったのです。捜査は8ヶ月に及びました。この時点で全米に報道されています。彼らが釣りに行った場所は、レイク、湖というよりもスワンプと言われていましたので、沼、池に近いですね。まあ、とても広い池になりますけれども、 さらに、梅雨といって、ルイジアナ州、彼らが住んでいたルイジアナ州、南部になります。アメリカの南部に流れる大きな川から流れる小さな小川たち。梅雨は緩やかな流れで、大きな川の一部が沼っぽくなっている湿地帯のことですね。それを梅雨と呼んだりします。お父さんはルイジアナ州の首都ニューオーリンズまで出向き、 ボビーの写真をたくさん配りました。しかし、何の手がかりもなく、その年は過ぎていきました。翌年、1913年4月、突然両親のもとに知らせが届いたのです。ボビーが消えて8ヶ月が経っていました。ルイジアナ州の隣にミシシッピー州がありまして、そのミシシッピー州の南部で、ウィリアムという男が捕まったというのです。ウィリアムは便利屋で、 まあ、旅をしながら、いろいろな家庭の、まあ、困りごと。例えば、これが壊れたから修理してほしいという時に、まあ、修理してあげる。まあ、便利屋さんだったんですけれども、そのウィリアムという男が連れていた小さな男の子がボビーに似ているというのです。そして写真が送られてきました。両親は慌ててミシシッピー州に向かいます。一家が住んでいるルイジアナ州は地図で赤くなっている部分です。 このルイジェル州の右隣がミシシッピ州です。よそから入ってきた男が小さな男の子を連れているということで警察に通報されました。ウィリアムは警察から質問されたのです。 どこの子を連れてるんだと。すると、最初は自分の子供だと言っていたんですが、それがしどろもどろになり、兄弟の子供だと言ったりするので、怪しく思われたんですね。ちょうどボビーが誘拐されたのではないかと、捜査されていたので、両親のもとに知らせが届いたのです。 最初に見た時に自分たちの息子かどうかわからなかったそうです。男の子も特に反応がなかったんですが、泣いていたので翌日も会うことになりました。翌日、母親のレシーは男の子にお風呂を浴びさせてあげます。 その時に体をチェックしてるんですね。すると男の子の首にあざがあり、左足の甲に傷があることが分かりました。それは自分の息子、ボビーと同じだったんです。ボビーも首にあざがあり、左の足の甲に小さな傷がありました。それで、この子は私の息子ですと母親レッシーが証言したのです。両親はボビーを抱きしめて、自分たちの住んでいるルイジアナ、 オプルーサスという小さな町に帰っていきましたオプルーサスの住民たちは一家を見守っていました1 0ドルの懸賞金もかけてあげていたんです1 0ドルは今で言えば10万円程度なんですが当時は200万円を超える大金だったそうです住民は自分たちのなけなしのお金を少しずつ募金して もしボビーに見つかる何かヒントでも与えてくれた人にその1000ドルを与えるとしていました。しかしボビーが8ヶ月も見つからなかったのでその懸賞金は募金してくれた人一人一人に返していたんです。その後1週間経ってボビーが見つかったとミシシッピー州から知らせが来たのです。それでオポルーサスはボビーの帰りを喜びパレードも行ったそうです。これは 全米に報道されました。しかしここから事態は思わぬ方向に進みます。捕まっているウィリアムが証言したのです。あの男の子はボビー・ダンバーではない、ブルース・アンダーソンという男の子で、母親はジュリア・アンダーソンという女性で、自分の実家の召使いだというのです。彼はノース・ケロライナから来ていました。ノース・ケロライナにいる実家の両親に召使いがいて、 その召使いがジュリア・アンダーソンという女性なんです。その女性の子供がブルース・アンダーソンで、その女性の許可をもらって、その男の子を連れて旅をしていたというのです。ジュリアはノースカロライナ州からボビーとされる男の子が連れられたダンバー一家が住むルイージアナ州にやってきました。そして、その男の子はボビーではなく、私の息子、ブルースですと証言したのです。しかし世間はジュリアに冷たかったんです。 ジュリアは結婚していませんでした。メス会として、誰の子供かわからない男の子を産んだとして、世間は冷たかったのです。しかも、レシーは主婦で立派な母親として何度も全米に報道されていました。ダンバ一家にようやく安心の日々が戻ったのに、 どこの馬の骨とも知らない女がやってきて、自分の息子だと主張したというのです。ジュリアはお金もありませんでした。弁護士を雇うお金がなかったのです。それで裁判を起こすこともできず、なくなく引き下がりました。その後、ジュリアはウィリアムの実家を離れて、他の町へ引っ越し、そこで結婚をし、7名の子供に恵まれました。7名の子供に恵まれたんですが、ずっと彼女は、 自分の息子ブルースはダ段ー一家に取られたと言っていたそうです。ウィリアムは2年間牢屋に入れられました。ボビーを誘拐したとされたのです。そして終身刑を言い渡されていたんですが、自分はブルースを連れていたんであってボビーではないと強く主張し、もう一度審査をしてほしいと言ったため、もうこれ以上繋ぎ止めておくのも仕方ないとして釈放されました。釈放された後自由のみです。 ウィリアムはもう二度と南部に行きたくないと言って、自分はブルースを連れていたんであって、ボビーではないのに、ヒステリックに世間が動き始めて、自分は悪者にされたと言っていました。しかし、その時ボビーは事情聴取を受けてるんですね。4歳なので、うまく言葉が出なかったそうなんですが、自分ともう一人男の子がいて、自分ともう一人の男の子、もう一人の男の子は、 すぐに死んでしまったと証言してるんですね。ですからやはり、ウィリアムはブルース以外にもう一人男の子を連れていたんではないかという、まあ疑惑は持たれているままです。そしてそのもう一人の男の子こそ、本当のボビーだったのではないかということだったんです。そしてこのことはこれで終わりではありませんでした。それから約100年近く経った頃、ボビーの孫娘、マーガレットがおじいちゃんについて、 調べ始めたんです。1999年から自分の父親、まあボビーの息子にあたる方なんですが DNA のテストを受けようと言い始めたんです。しかし4年間断られました。お父さんはもうおじいちゃんのことはほじくり返したくないと。昔のことはもう昔のことでいいじゃないか。自分たちはダン段ー一家の一員なんだと言ってたんですね。しかし4年後、 まあ気持ちが変わったのか、娘にずっと説得されていて、いいよ分かった一度だけ DNA のテストを受けようと言ったんです。そしてその時、ボビーの実の弟アロンゾの DNA も入手しました。自分の父親、ボビーの息子と、そしてボビーの実の弟アロンゾ、二つの DNA テストを受けたんです。 その時、まだ2003年なんですね。2003年 DNA テストはまだまだ高価でした。一人のサンプルで2万5千円ほど取っていたそうなので、二人で5万円ほどマーガレットが出しています。そしてそれはジュリア・アンダーソンの孫娘、リンダに伝えられたんです。リンダとマーガレットはなぜか意気投合をして、もしかしたら私のお父さん、おじいちゃんはあなたのおばあちゃんの 息子だったと思うと、マーガレットは言ってるんです。ダンバー一家が私の息子ですと主張したその時は DNA テストも何もない時代でした。ただ、首のあざと足の甲にある小さな傷で自分たちの息子だと主張し、それが認められた時代だったのです。DNA テストの結果はすぐにボビーの孫娘マーガレットの元へ伝えられました。なんと、ボビーは ダンバー家の DNA とマッチしなかったんです。つまり、ボビーはダンバーの息子ではなかったということなんですね。そして、その後、DNA テストを受けたかどうかはわからないんですが、リンダはもう喜んでるんです。やはり、ボビーは私の家族だったと言ってるんですね。つまり、ジュリア・アンダーソンの息子だと断定されています。これはですね、諸説あるんですね。 その時の新聞もいろんな記事があって、その後、ジュリア・アンダーソンの DNA サンプルも取って、本当に息子かどうかマッチしたかどうかがわからないんですね。確実なことは、ボビー・ダンバーとして育てられた男の子は、ボビー・ダンバーではなかったということです。ウィリアムが最後まで主張していた、ジュリア・アンダーソンの息子、ブルース・アンダーソンの可能性は高いです。なぜジュリア・アンダーソンの孫娘、リンダもいるのに、 そのアンダーソン一家とボビーの DNA のテストをしていないのか、まあ、ダンバー一家からの妨害がある可能性はありますね。ダンバー一家は成功したお金持ちの一家です。マーガレットはボビー・ダンバーの孫娘ですが、DNA テストをすることを一家に伝えていませんでした。マーガレットに対してダンバー一家はきつく当たっています。一家に傷をつけたと。 今更ボビーをほじくり返して、ボビーは我々のボビーだ、他の誰でもないと強く主張しているんです。マーガレットの父親も困惑しています。自分はボビーダンバーの息子として育ったので、今更他の地だと言われても困惑するだけなんですね。 マーガレットはさらにジュリア・アンダーソンの孫娘リンダとも仲良くしていますので、まあさらにきつく語られているわけなんですけれども、しかしマーガレットは真実を知りたかったと言っています。おじいちゃんはボビーダンバーではなかったけれども、私のおじいちゃんに変わりはない。私はもしかしたらジュリア・アンダーソンの孫娘かもしれないけれども、それでもいいと言ってるんですね。マーガレットはおじいちゃん、ボビーダンバーについて本を書きました。 A Case for Amazon、などでで購入できます。まあ、英語の本ですけれども、まあ、興味のある方はお読みになってはいかがでしょうかそしてボビーは一体どこに消えてしまったのでしょうか、まあ、今回は不思議な実話ボビーかブルースか、まあ、これについてお話ししてみましたもしよろしければグッドボタンそれからチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい